はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第225回でございます。今回テーマがテレビの取材とプロの技っていうテーマ。で、あと問題の解き方教えてっていうのは、俺からの、お願いというか、まあ、伝達事項みたいなところですね。で、センターお疲れ様っていうのは今日がちょうどセンター試験終わりましたので、まあ、簡単にねぎらいの言葉をでも言えたらなと思って話していきます。よかったら最後までお付き合いください。で、今週ですね、今週と先週か、すごいバタバタで、まあ、ありがたいことにですね、テレビの取材が今週2件ありまして、まあ、自宅に来てもらってね、取材をしてもらったんですけど、で、その番組とか、放送日とか、まだちょっと告知ができないんですけど、OK が、テレビ局の方から出次第、Twitter とか、あと YouTube の、チャット機能じゃない、あれでね、告知しますので、よかったらね、タイミングがあったら見てみてください。で、その中で、まあ、いつもね、そのテレビ、まあ今まで多分10何回か出させてね、ありがたいことに出させてもらってるんですけど、こう、ディレクターの方とか、まあ芸能人の方とかが来てくれたこともあったんですけど、いろんな方とこうお話しする機会があるわけですよ。そう。で、今回、その、テレビ取材の方の、片方のね、テレビ取材の時に、ディレクターの方がまあ来ていただいて、でまあインタビューとかしてくれたんだけど、そのディレクターの方がね、元アナウンサーの方だったの。そう、元アナウンサーで、今ディレクターをやってる方なんだけど、こう、今までさ、そう、芸能人の方とか、まあ、リポーターの方とかもディレクターの方とか、いろんな方にこう、取材をしてもらったんだけど、やっぱね、なんだろう。いや、多分その方が素晴らしい方だっていうのもあるんだけど、なんか、すごい喋りやすくって、こっちが。今までやっぱ同じようなね、まあ、教育 YouTuber として出させてもらうから、同じような質問が結構多いんですけど、なんだろう。なんで俺こんなに喋りやすいんだろうって不思議になるぐらいに、こう多分聞き方とか間の取り方とか、その質問の仕方一つにとってもさ、例えばみんなも、まあみんながこうなんだろう、質問された時に答えに困る質問と答えやすい質問ってあると思うんだよ。多分答えに迷う質問っていうのは、質問自体がかなり漠然とした質問だったりすると、あ、なんて答えればいいのかななんて思うこともあると思うんですけど、まあ、もちろんね、いろんな質問があるんで、まあ、なんだろう、その人その人によって、まあ、感じ方とかも変わってくるんですけど、その方はね、なんかズバ抜けてすごかったんだ、俺の中で。あ、これが、やっぱアナウンサーでもともとされててさ、で、なんかいろんな司会とかいろんな仕事をされてきたっておっしゃってたんで、ああ、すげえと思って。で、ご本人にもちょっとさっきね、メールで挨拶させてもらった時に、本当にそのインタビューね、俺のビデオで撮っときゃよかったと思って。まあもちろんね、投稿することはできないけど、そこで俺勉強させてもらえばよかったと思って。そう。自分よくね、その、最近ちょっとね、やらなくなっちゃったけど、もともと、ラジオがすごい好きだったの。そう。で、ラジオが好きで、その好きな、てか、聞きやすい、聞き取りやすいな、話が聞き取りやすいなって思う、そのラジオのパーソナリティの方の録音して、一緒に喋るみたいな。その人が喋ってるペース。基本的に人間ってさ、俺が今この喋ってる、このぐらいで喋ってるんだろうなって思うペースと、みんなが聞いてる、感じるペースってすごく差があるの、そこには。だから、自分が喋るものを録音して聞いてみると、ものすごいギャップがあったりする。面接練習とかね、結構録音してやるといいなって個人的には思ってるんだけど、まあ、それはまたね、別の動画で話すね。で、まあ、よくやってたわけ。で、今回のもそうで、もうね、録画っていうか、録音でも録画でもいいんだけど、撮ってね、もう本当に真似したかったって思うぐらいに、もうすごい、あ、プロの技だなって思うものに出会えてね、これは共有したいと思って今回ダラダラジオで喋らせてもらいました。まあもちろんね、俺自身は本当素人の延長だからさ、そう、本当全然まだまだなんだけど、いつか、こう、まあ教育、自分のね、こういう活動をしてて、ありがたいことに、自分を見て、教師目指すようになったんですって言ってくれることがたまにあるの。そう。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、それって。そう。嬉しいんだけど、で、その中でもさ、例えば自分の教え方とか、喋り方とか、説明の仕方っていうのを、例えば真似してくれたり、それを見本にして自分のオリジナルのね、説明の仕方とかを作っていってもらえるような、なんか、まあ、見本というか指針というか、そういったものになれるように、あ、俺もなりたいなと思って。やっぱもっともっと教え方とか、喋り方とかね、磨かなきゃダメだっていうのを、すごく感じました。はい。本当にいい出会いだったと思う。
まあ、もちろんね、全部いい出会いなんだよ。いい出会いなんだけど、そう、今回のその方はね、すごく印象に残って、そう、ね、みんなも、どういう道に進んでいくかはね、これからまだわからないし、もちろん、将来の夢とかさ、この進んでいきたい道が全然まだ見つかってない方も多いと思うんだけど、それでいいと思うんだよ。自分もだってさ、教育の道、ここで絶対いいって思ったのは高3だったし、まあ、高3になる直前ぐらいかな。教育がいいなって思ったのが。で、大学をね、教育学部で進学して、で、その時に、ああ、教育で一生やっていこうって。でも教師じゃないな、自分はまずはって。最終的に教師に行くかもしれないけど、ひとまずはいろんな世界を見ていきたいなと思って、で、今なんかこんなとこにいるんだけど、そうそう。まあこの後自分がね、俺自身がどういう道を歩んでいくのかっていうのは正直俺にもわからないし、うん、こういう風な風に生きていきたいなっていうのはあるけどさ、でも思ってる道、自分が今想像してる道と実際辿る道っていうのはやっぱり大きく違ったりするもんだから、だからみんなもね、まあどういう道に進むかわからないんだけど、進んでった道で、ぜひね、なんだろう、まあ個人的な思いとしては、そのうち、まあ、最初はもちろんみんな素人だから。みんなね、だと初心者から始まるから。でも、誰かの見本になるというか、そういった、なんかプロっていうところをね、ぜひね、作っていってほしいなと思います。ね、俺自身も頑張ります。はい、っていう話でございました。で、次、問題の解き方を教えてなんですけど、これはね、お願いで、まあ、この時期、まあ、この時期っていうか1年間通しても多いですけど、まあ、この時期になると、やっぱり、この問題の解き方を教えてくださいっていうのを、ツイッターとかメールとかでよくいただきます。特にメールがやっぱり多いんですけど。で、自分はですね、教えることもあるんですよ。時間があれば、こういうふうにやるんですよとかって返すこともあるんですけど、まず、一個お願いがあって、問題と、答えをセットで送ってこない方は絶対に返すことはないです。なぜなら、俺、そんなに頭良くないから、自分で解いて合ってるかどうかの確認がしたいの。だって説明したのに違ったら恥ずかしいじゃん。そう、それ絶対怒るもん、俺の学力だったら。そう、だからまずそこをセットで絶対送ってほしいっていうところと、なんだろうな。正直ね、まあ、ありがたいことに、今そんなに時間がなくって、だから、ほんと時間見つけて、たまたまメール見た時とか、ツイッター見た時に、あ、時間空いてるからちょっとちゃって書いて、ね、手書きで書いたりとか、まあメールの本文で書ければメールの本文で書きますけど、それで写メ撮って送るみたいな風にしかできないので、もう全件答えるとか到底できないんですよ。そう、だからそこはちょっとご理解いただきたいっていうところと、もう一個がですね、まあ、必死なんだと思うんだよ。ほんと必死でね。こう、わかんないけど、藁にもすがる思いで自分にメールをしてくれたんだろうなとは思ってるんだけど、たまにですね、返さないとすげえ怒ったメールをまた送ってくる方が、たまにいらっしゃるわけ。なんで返してくんないんですかって。そう。あなたが返さないから、この問題解けなくてテスト悪かったんですけど、みたいな。があるんですよ。まあ、わかんないこともないけど、気持ちとして。まあね、そこはちょっと違うじゃん。っていうところはあるから、改めてね、になりますけど、返せないことのが圧倒的に多いので、まあそういう風なね、サービスというか分かんないもので教えますよ、みたいなのもやってる方いらっしゃるんでね、そういった方を頼っていただけたらと思います。はい。申し訳ないんですけどね、よろしくお願いします。で、センターお疲れ様っていうとこですね、まず、本当にね、昨日ですね、いいんだよね、センター試験本当にお疲れ様でした。まあもちろんね、うまくいった方、うまくいかなかった方いらっしゃると思います。自分も、去年動画にもしましたけど、1日目をね、ボロクソで、てかボロクソが、解いた感じがね、もうボロクソで、超ひねくれますじゃねえや。ひねくれて、ごめん、家族に当たり散らすっていう事件を起こしましたけど、まあ、今年ももしかしたらセンター終わった後にね、相談メールがいただいて、ほんと去年はね、なんかもう死にたいっていうメールがあったんで動画を撮りましたけど、まあ、もしかしたら、なんか喋る動画撮るかもしんないけどさ、まあ、ひとまずお疲れ様だよ。うん。で、終わったことは終わったことなんで、まあ、一喜一憂するのはいいんだけど、もう切り替えよう。うまくいった方も、うまくいった方で忘れるもん。ね、うまくいかなかった方ももう忘れる。だって変わんないんだから、そこは。そう。うまくいった方が油断してもしょうがないし。ね、うまくいかなかった方が、こう、なんだろう、やけになって、自暴自棄になっても意味がない。もったいないでしょ?今までの頑張りがさ。そう。だから、もちろんセンターでね、その足切りに引っかかっても受けられないってなった方もいるかもしれないけど、もし、まだ、道が残ってるんだったら、その進める道というか、選べる道のために、ね、気にせず、ね、終わったことは終わったことと、
忘れて、で、今できることをやっていきましょう。ね、泣いても笑ってもあと数ヶ月の勝負だからね、ぜひ、最後まで粘り強く頑張ってもらえたらと思います。はい、という感じで、今回は、ハイチのダラダラジオ第225回、テレビの取材とプロの技というテーマで喋らせていただきました。今回もね、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。では次回は何喋るかまだわからないですけど、さっき言ったテレビ取材の2個のうち、1個は今週放送の予定です。はい。ちょっと自分よくわかってないんですけど、もしね、皆さん見れるようだったらぜひ見てみてください。で、もう1個の方はね、ちょっと先になりそうなんですが、また告知しますので、そちらの方もよろしくお願いします。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。